シーチキンと大葉を使った簡単巻き寿司の作り方をご紹介します。6本分。ご飯2合。酢 50cc。砂糖大さじ3。塩小さじ2。シーチキン1缶。マヨネーズ大さじ3。焼き海苔6枚。1。寿司酢を 50cc 量る。2。小鍋に入れ砂糖大さじ3。塩、小さじ2を入れる。3。火をつけ砂糖を溶かす。この時に、煮立たせない。煮立たせたら酢が飛び美味しくありません。酢が温まるとすぐ火を止め砂糖を溶かす。4。ご飯2合を熱々のうちに木桶に入れ酢をかける。5。ご飯を切る様に酢を全体に絡める。6。巻き酢を置き材料を並べる。7。焼き海苔を置きシャリはちょうど半分に薄くシャリを敷き、半分に切った大葉を乗せ、スプーンで細くシーチキンを棒状に乗せる。8。手前から丸めて液巻き終わると端と端を両手使いギュッギュと軽く握る。9。よく切れる包丁で2センチくらいの間隔で切ります。出来上がりです。